はい、えー、サンプル提供いただきましたウルフ YOK、OK、と言わせていただきますね、えー、サンプル提供いただきましたこちらのメーカー、えー、ウルフは分かるんですけどこれ YOK、OK、でもうウルフヨークさんかな、はいえー、寝袋シェラフですね丸洗い OK の封筒型スリーピングバッグのご紹介、えー、どこがすごいかというと非常にコンパクト えー、配送されてきてあ箱を開けて驚きましたはい星5つですね、Amazon で、はい、最低使用温度は10度までとなって、まあ、薄型ですけど非常にこれはね場所を取らないコンパクトな寝袋なんでご紹介していきたいと思います、えー、まずこちらですね、はい、これが本製品ですこの大きさを見てくださいはい 手のひらの上に乗ります、えー。ちょうどラグビーボールより小さい大きさですね。えー、かぼちゃをちょっと横に長くしたぐらいの <laughs> 表現が悪いんですけど、あそういった大きさです、えー。こちらのメーカーさんですね。ウルフ YOK、OK、と言わせていただきます。こちらのメーカーの、えー、商品ですね、えー。寝袋は持ってるんですけどね。 えー、こんなにコンパクトになるやつなんかあったのかなといった感じで早く知っていればですね、えー、こちらの製品買ってたんですけどね、えー、サンプル提供いただきまして初めて知ったあ具合ですねはい、えー、なんと、はい、こういう風になっておりますね 700g ですかねで温度は15度リミットは10ですね10度まで耐えれますね はい、えー、こういう感じで、ワイド75センチ、えー、長さが、横が75、はいえー、縦が190センチまで OK といった、非常にコンパクト、ラグビーボール、まあ、ぐらいの大きさと言っておきましょうか、あーに収まる非常に小さい、こちらのメーカーですね、何度も言うように。 はい、こちらのメーカーさんからサンプル提供いただきましたなんとさらにねこれがすごいところがですねお値段が Amazon で現在2620円というふうになっております星もちろん5つといった具合の優れたものですねはいえー一番の特徴はやはりコンパクトなんでえー、荷物にならないと えー、まあね、寝袋ってかなり大きくなりますよね、えー、それが荷物にならないんでね、まあ、車中泊でもコンパクトにね、まあ、2、3個入れても十分と、トランクに1個置いといて、えー、急になんか、災害が起きた時なども、すぐに使用できる便利さですね、えー、車のトランクに1台積んどってもいいんじゃないかなと思う大きさです。 えー、持ち運びは、ね、何度も言うように非常に便利で超コンパクトに収納できる封筒型シェラフです、まあ、春夏秋用に適してますねはい、撥水加工で使いやすいといった具合で 193×73 です、えー、非常にね優れた製品で、まあ、190cm の方まで大丈夫といった具合で重さは 750g えー、シェラフの生地はですね、えー、防水・撥水加工をしてありますまあ麻には強くて野宿なども簡単に使用できるといったものです、えー、今現在お見せしている通りのものなんですけどねはい、えー、こちらの製品ですね、えー、ちょっと写真をお見せしますねはい、えー、こんな感じですはい、えー、で、えー、大きさがこれが一番分かりやすいと思いますね はい、えー、5.1インチ、7.8インチ。まあ、あインチで書いてありますけど、はい。えー、この手のひらに、えー、乗る非常にコンパクトなあシェラフというふうになってます。はい。ま、あこれが封筒型ですけどね。はい。えー、どうしても、あのー、真冬タイプではないですよね。はい。えー、でも、非常にコンパクトで薄い。まあ、車中泊にはぴったりかなといった あものです、はいまあ、災害時にもね、非常に役に立つ商品で、えー、まあお値段が安いんでね、これ何個か置いて、あのー、災害時の、ね、備えにえ買っておいてもいい商品だと思います。こちらのメーカーさんからサンプル提供いただきました。えー、こんな感じですね。はいえー、まあタブレットでお見せしておりますが、こんな感じで、えー、非常にコンパクト。 な商品です、はいえー、こんな感じですね、はいはいで。こちらのメーカーさんから提供いただきました。そういったわけで最後に本物、これですね、実物を見せて終わりたいと思います。まあね、開封するとまだこう、建物に時間かかりますんで、まあ、どういうものかだけを全体的にお見せして終わりたいと思います。これ、締め上げた状態ですね。 ベルトもついてます。ちゃんとはい、えー、こんな感じの商品ですねはい、えー、寝袋コンパクトな寝袋の紹介でしたまあ,あ URL 貼っときますね。まね、あ、これいいなと思う方は是非、えー、参考にしてはいかがでしょうか今日ご紹介したあ商品、えー、シェラフですね 非常にコンパクト超コンパクトなセラフのご紹介でしたではまたですさよなら